顔が下がるな。どうやらこの青いお花ちゃんは雑草のツユクサっていうやつだったらみたいですよ。で、あの一日草で、だから昨日朝摘んだやつが夜になると消えちゃってたみたい。可愛いですよね。なんか紛れて咲いたんで新しい色が出てきたのかと思いましたが、可愛いですよねこれ。今日も元気に水まきをしてます。作品がこちらです。こちらのタイトル、そうですね、なんか優しそうなので愛、タイトル愛です。よかったねー。ピケ、今日のあったの弁当です。隣のおばさんが作った煮物、ご飯がないのでこのご飯で、スープはこのほうれん草のスープをちょっとつけてみたいと思います。はい。今日の朝食は何ですか？今日は海藻サラダ。あ、いつもどこから湧いて出てくるんですか？こちらの海藻サラダは。それは、いいんです。秘密です。何ですか？卵サラダ。まず、卵サンド。そして、バナナ。ティラミスに、コーヒー、牛乳コーヒーです。おいしそう！おっしゃ様、あちらの卵サンドちゃんを一口ください。ダメです。あげません。おっしゃのケチ！では、いただきます。なんか、ちょっと来客なんですけど、来客がありますね。ちょっと5分ぐらい抜けました。ではいただきます。今度こそ、まあ、並々に、並々ですよ。並々。ああ、疲れた。完食しました。干せました。ただいまの気温29度です。これで29度ですか？めちゃくちゃ暑いですけれども、今日も34度まで上がります。今日もベランダの平和と安全を守ってくれるのぼりくんです。ピケチュ、今からお母様お仕事行ってくるね。
こっちの鉄板はね、ここ。は？あれ。もう、おばさんのやつも冷蔵庫入れとってお姉ちゃん。うん、これ。そうか。今帰ってきました。ついでにお買い物もしてきました。今日のお買い物はこんな感じです。スパゲッティでしょ、おやすみつつでしょ。で、今日はこのナスちゃんがなんと100円で、これ見て、ブナシメジがこれ2個ついて、これも100円、大葉は50円で、これもお得だから買ったでしょ。でさ、昨日これ食べたんだけど美味しかったから、またリピしちゃいました。これ美味しかったです。はい、リピ商品。これもリピ。で、なんかこれ、わさび味がすごい、魅力的。美味しそう。とりあえずピカちゃんに食べてもらいましょう。ニンニクが3個で100円だったのに、2個で100円になってた。なんで？で、肉でしょ？いつもね、三温糖使ってるんですけど、なんか、ちょっと買ってみました。バラ印の上白糖。まあ、そんな感じでーす。で、さっき、実家の隣のおばさんに、おばと分けたんですけど、私はこのラフランスと白糖の方にしました。美味しそう！まずは、まあ、ピカちゃんに置いてからにしまーす。日曜日に、VIO の、医療脱毛が、2回目なので、準備をしないといけません。明後日になります。明後日なので、もう処理をしないといけないんですけど、夫がですね、今日、6時に帰ってくるそうなんで、それまでになんとか処理をしてしまわないといけません。では、急ぎます。今から夕食を作ります。今日の夕食は、カボナス麺を作ります。まずはデザートから。香水ちゃん、初なしです。一応麺続きなんで、夫に、今日は麻婆ナス麺にしたいと、LINE を一方的にしました。うわぁ、あ、もうタレだ。早く食べない。わお、あれ、早く食べないといけなかったわ、これ。だいぶ傷んでる。え？なしってあれ、ちょっと、足が早いですね。あ、しまった、もったいないことしようかな。まあ、多分、こっこも、傷んでそうだから、もう剥いちゃう。これ誰が食うのね、これすごい量なんですけど。玉ねぎ入らないわね、玉ねぎ。ニラちゃんもいるよと思ったのに。とりあえず水入れときますね。300ぐらい入れときますね。蓋して小さくなるのを待ちます。ししゃもちゃんを焼きます。あー、なかなかストローから抜けずに一個下に落ちちゃいまして、触り心地の方がですね、大変失礼なんですけど、ぬるっとしました。
お、焼けてる。熱っ。おお。なんか火が通ったら、ちょうどいい量になりました。あんなにあったのに。調味料はこんな感じです。鶏ガラスープ、味噌、味噌じゃなくて本当は甜麺醤がいいんですけど、ないので味噌、豆板醤、砂糖または蜂蜜、酒、醤油、オイスターソースです。これを各1: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 
なんかちょっと甘馬が足りない。みりん、もうちょっと鶏ガラ入れたら美味しくなりました。片栗粉使うとさ必ず汚れるんだよね。これ最後に大葉を振りかけようと思って。今日の夕食ができました。今日は麻婆茄子麺。どうですか。おろし、そして、こちらに何だっけ、小餅ししゃもになんと一味をかけて、マヨ一味をかけて食べます。コースでーす。いただきます。マヨ一味ですよ。はい、お父さんがお得意のトントンしてますよ。トントン、マヨ一味ですよ。いただきます。うん、100点という氷の道を形作っているものです。うん。